ユスフ・ヤズジは、トルコトラブゾン兼トラブゾン出身のプロサッカー選手。フランスリーグアンのロースクリールメトロポールに所属している。ポジションは MF。2008年に、地元のトラブゾンスポールのユースアカデミーに入団。2015から16シーズンにトップチームに昇格し、2015時12月21日の国内カップ戦、トゥルキエクパスのガズイアンテプスポール戦でプロデビュー。 さらに2016年2月2日のアクヒサル、ベレディエスポールセンデスユペルリグ初出場を果たし、2016から17シーズン以降は先発に定着し、チームの中心選手に成長。2017年はマンチェスターユナイテッド FC がヤズジュの獲得に興味を示し、さらに翌2018年には AC ミランが獲得に興味を示すなど、トルコの逸材として、 注目を集める。2019年8月6日、ロスクリールメトロポールと5年契約を締結したことが発表された。2016年からユース世代のトルコ代表に招集。2017年6月11日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のコソボ戦でフル代表初出場を果たした。ありがとうございます。